こんにちは、の奥さん、メッセージありがとうございます。そうですね、コンシェルジェで時間の短縮っていうのと、あとはね、安倍総理のことですよね。この、ね、安倍総理に関しましては、森友事件っていうのは私かなりね深く追ってまして、動画もね削除されながらもかなり上げてきたんですけども、反響はたくさんいただきました。森友事件に関しまして、いろんな調査があったりとかね、噂があったりとか、籠池さんの問題があったりとかしました。私なりに追求したストーリーが立花隆さんとね重なるところがあったりとかして、私に直接関係あるかって言われたら関係ない部分が多いんですけども、ただ私の真実を知りたいという気持ちはなかなか止まることがなくてね、ここに来て回収できるのかなというところでございます。安倍総理に関しましては、大筋ですね、日本が将来いい国になればいいなっていうふうに考えてくださってるのは、私はね、それは大筋ではその通り、安倍総理は悪い人ばかりではないと思うんですよ。ただやっぱりね、軽微な罪とはいえ、時の総理大臣が、自分のね、有権者を買収したりとか、そのためにホテル大谷とかに口裏合わせさせたりとか、各官僚にね、閣僚ですか、閣僚に忖度させたりとか、挙句の果てにはね、お亡くなりになる方がいたりとか、あと飛ばされちゃう方とかがいたりとか、もう現実に耐えかねて退職される方とかね、いるっていうことをこうずっと追っていると、なんと言いますか、清濁合わせ飲むっていう部分なのかなと思ったり、この指導者を選んだのは誰でもない我々国民なんだろうなと思ったりとかね、反省することも多かったという部分でございます。誰か一人がいなくなれば世の中平和ってことはないですから、やっぱり安倍総理のおかげでできていた社会秩序もありますしね、特に日米同盟を軸とした世界秩序っていうのは、これはね、かなり今人類史上かなり完成されたところまで来たんじゃないかなと思います。ただその反動も大きかったということなんでしょうね。さあ、これからなんですけども、安倍総理どうなるんでしょうね。逮捕されるとか、有罪になる方は有罪になると思うんですけども、もう総理を退いた後のことですから、問題は森友問題ですね。こちらの方がどのくらいまで掘り込まれるようになるか、麻生財務大臣もこれを機会に引退することになると思います。いよいよ大詰めですよね。80歳過ぎて今の地位にいる麻生財務大臣、財政出動も全然なされない、財務省も抑えることができないのは麻生財務大臣の、力量なのか、それとも意思なのかというところですけどね。今年1年でだいぶ多くの方が亡くなりましたよ、麻生財務大臣のせいで、そして安倍総理のせいでね。ここは拭いされないところだと思います。財政出動の遅さによって、そして決定権のある人のなされない決定によってね、これがね、何なんでしょうね。なんか他国の陰謀も入ってきたりとかしてぐちゃぐちゃになっているわけなんですよ。いろんな考え方あると思いますけども、実際に安倍総理が追及されて有利になるのは誰かなってことなんですよ。これ日本国内で有利になる人はほとんどいないんですよね。ただ真相が究明されることによって、そういうことだったのか、ああすっきりしたとかね、正義は正されたなっていうふうに感じる部分があると思いますけども、これによってね、国内はかなり弱体化するんではないかなと思いますし、少なくともプラスに働くものってのはあんまりないかなと。アメリカでも大統領選がかなり操作されて、トランプ氏が結局は返り咲くと思いますけども、バイデンさんのね、不正投票がとてつもないところまで行ってしまったということで、しかもそれをメディアが報じないとかね、でインターネットの力でなんとかね、今真相がどんどん究明されて裁判がどんどんひっくり返りつつありますけども、権力ってのはこうもね、我々をもてあそぶのかなというところでございます。ですので正しい権力者は選んでいかなくてはならないと思いますね。最近私ね、動画を上げてる関係で山本太郎さんの令和新選組から出馬するようにというふうな希望が結構多いんで、私もその気がないわけではないんですけどね、どちらかというと N 国党からなのか令和新選組なのかって迷うところはあったわけなんですよ。それぞれに魅力があるところだと思いますし、少なくともそれ以外の政党には全く興味が持てないかなと。時代が変わったわけですからね、やっぱりインターネット、YouTube で人とお金を集めれる、信用を集めれるような、そんな道がこれからは、中央を切り開いていくんではないかなという形でございます。はい、そしてインターネットにもっともっと有利なね、法律も作っていかないといけないと思いますんで、ちょっと今古すぎるんですよね、なんか何かにして。そして生活保護も私はね、すごく安いと思ってました、ずっと。地方では10万円前後、都市部では15万とか。これで健康で文化的な暮らしは送れないですよ。手取り10万円お前が終わってるみたいなことを言う人もいますけども、
工夫がかなりいるんですよ。10万前後で生きていこうと思うとね、切り詰めないといけないですし、無料のサービスをたくさん知ってないといけないと思うんですよ。これ全部ではないですけども、貧困に陥る一つの原因としては情報不足があるんですよね。じゃあ情報不足っていうことを加味して生活保護の金額をちょっと上げていかないといけない。まあいろんな他の要素もありますけどね。だいたい今そうですね、あのお給料で20万前後もらってる方もかなりいると思いますし、年収平均が400万ってことをね考えても、あの私はこれがね、平均年収が400万だからいいとは思ってないんですよ。600万700万に上がってしかるべきだと思うんですよ。まあ、ですんで、それはまずは生活保護から年収700万を実現させていくことっていうのに、私はね、実は活路を見出してるんですよね。生活保護が毎月30万支給されるから、だから働いてる人の給料も上げていこうねっていうふうになればいいのに、働いてる俺たちが手取り20万でやってるのに生活保護の方が高かったら許せないみたいな感じでね、これも一つの潰し合いだと思うんですよ。むしろ生活保護という不利な立場に置かれている方にどんどん下駄を履かせることによって、その人の立場から有利な人というか力のある人が、ね、生まれることを私は期待したいと思うんですけどもね。まあそんな感じですかね今日はね、考えを変えていくっていうのは、生活保護がもうもらってるお金なんだから安くてもしょうがない、我慢しろとかっていうことではなくて、生活保護費をギャンブルに使うのはけしからんっていう論争ではなくて、それもいいじゃないかっていうところから始まるのかなと思っちゃいましたけどもね。いかがお感じでしょうか。それでは失礼します。